はい、えー、本日は動画をご覧この動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます本日はレックが提供いたします母材横断ミニガイダンスですね、えー、を始めさせていただきたいと思います担当私レク専任講師の村上雅美ですよろしくお願いいたしますさあ、えー、本日なんですけどもですねこの母材横断という講座レクがごて、えー、ご提供いたします母材横断の速習講座ですね この講座が非常にお得な講座になっておりますので、えまあ、それをご紹介いただきたいな、ご紹介させていただきたいなと思っております。で、こちらなんですけどもですね、こういうパンフレットがレクから出されております、えー、資格学校のレクですね、のところから出されているんですが、さあ、これお持ちですかね、もしもお持ちでない場合はですね、えー、レク各地にございます、そこのところの受付などで、えまあ、取っていただくか、ですね、えまあ、えなんでしょうね、インターネット ネット上にですね、これを、はいえーまあ、ビジュアル、この、えー、ところを見れるような形になっているものもございます。まあ、そういうのをね、えー、ご利用いただいたりとか、あと郵送でね、えー、申し込んでいただいて、これを、はいえーですね、パンフレット送,、えー、送付を申し込んでいただいて、えー、お取り寄せいただくということもできますので、ですねまた、はい、いろんな手を使って、えーまあえー、これを手,手に取っていただきたいんですが、今、手元にないという方は別に大丈夫です。これをあの写しながらいきますのでですね、えーまあ、これで確認していただければと思います。 何が音か今チラチラと映りましたけどねはい この値段なんだと <laughs> いうところから、もうここからですね、すごいお得ですよね、受講量めちゃくちゃ安いです。え、まあこれはですね、昨今ですね、え、まあいろんな、え、ウィがですねあ、まあこれ、これもこの即終講座も通信専用というふうな形でスタイルですね、通学はやっておりません、え、通信ですね、私、村上正道がですね、このような形でカメラの前でですね、もう喋っていただきましてですね、え、まあなんか、ここに受講生がいるというわけではないですね、カメラに向かって、今、 動画のご覧を皆さんですね、えー、に向けて喋っていくという通信専用の授業があります。まあ、パワーポイントを使ってですけれども何、えー、と言うんでしょうねテレビ番組みたいな形で,ですねはいここのとこはこうなりますよとかいうような形アニメーションで動かしたりとかねいろんなことをしたりとかする授業い行ったり結構楽しいです。えー、専用授業になっているんですがまあインターネット上でもね、まあ、いろんな会社がこういうふうなところ安いのを出されているんですけどもちょっとね、あのー、正直なところうんー まあまあ、全部が全部というわけではないんですけれどもですね、えー 薄い内容の講座というのがちょっと、えー、多く目につく私も他社研究とかしますね、えー、目につくなというふうな形でレクはそれならばですねやっぱり会計のところでですね本当に税理士受かっていただきたい、えー、受かっていただきたいのでですねきちんとしたものかつ安くというふうな形をちょっと考えましてですねちょっととんでもない、えー、値段とんでもないですよとんでもない値段かつですね、えー、キャッシュバックキャンペーンみたいな形ですね、えー、というふうな形でご用意させていただきました。ね なんでそんな風な形を用意させていただいたかというとですね。今税理士業界というか会計業界です。むちゃくちゃ人手不足なんですね、えー、これは何でかと申しますとですね。会計業界、全体的にですね。あのどん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 今？今改正改正という風な形でルールの改正という風なのが起こられてます、えー。で、そのルールの改正をきちんと根本から理解している人材が欲しい。どの欲しいんですけども。 ななかなかですねあのゼリシーというのは結構年齢層高めでですね昔受かられた方とかねいっぱいいらっしゃるそれは別にその方々ができないというわけじゃないんですけどもその方々もあのい結構できる方いらっしゃいますが結構な割合でですねあまり勉強が進んでないと最新の勉強が進んでないというふうな形でいきますよ。今最最新新のの勉強をしていいいるどううう人かというと最新の 試験をクリアした方ってていうのがむちゃくちゃゃく求められてます。えー、これはいや軽くインターネット上ですね検索していただいたら会計業界人手不足とかすぐ当たります本当にですねだから早く受けていただいてですねでレックとしてもその会計業界のやっぱり人手不足っていうのを支えていきたいなっていう気持ちもあるんですねでありますから今安くで提供しますちょっとこれ ええっていう値段ですけどね <laughs> まあまあはいええー、そして同時についてるねキャンペーンもね、えー、ものすごいものもあります。えー、で そこのところなんですがまあその話今ちらっと言いましたが理解しているというふうなところが重要なんですね、えー、で、それがどういうふうな形が現れているかというと試験にも実は現れていますですね試験内容も理解優先というふうなところが現れていますで、えー、この税理試験なんですけどもまず簿記論財務諸表論という会計科目ですねこの二つの会計科目が必須科目となっておってですね大抵の方はまずここからスタートというふうな形になってます 2科目同時に受けられる方もいらっしゃいますし1科目だけまず簿記の計算からですねえというふうな方もいらっしゃるんですがレックとしてはですか初めて受けられる場合ならば母材横断のままととめめてててて受受けけくくだだささいいなぜか今の会計が先ほどちらっと言いましたね理解優先。 新しいいい会計がかかっててるかという人を求めてますおかげでどんなことになっているかというとこの募金論は、えー、もう少し調べられているかもしれませんが計算なんですね財務省庁が理論の理解というふうなところなんですが計算に理解力を問うてくる。 で財務諸評論も暗記問題ではなく理解優先の勉強というふうな形で理解さえしてしまえば記論も財務諸評論も両方とも解けていくぞというふうな状況に実はなってるんですねさあ、えー、これをご覧の方でですね2年目の方とかまあ、残念ながらですね前の試験とかをちょ,っと、えー、ちょっと外してしまったとかいうふうな方もいらっしゃるかと思いますその方もちょっと考えてみてください理解はどうでしたか 財務諸表論の勉強簿記論の勉強をやってきたでも理解伴ってましたかここから結構面白いことをやります母財横断講座は一個の授業で <laughs> 一個の授業で簿記論も財務諸評論も両方とも教えます両方とも教える横断の授業ですねだからまず私の講義では財務諸表論っぽい理屈から話してその理屈に基づいて計算を話し計算を理解していただいた後に簿、えー、財務諸評論ですね理論の説明をするというふうな形なんです だから、はい、まとめて勉強がすることができる。で聞かれてですねいやでもなんと2科目同時に受かるっていうのは結構しんどいだろうと両方とも勉強して2、うんまあ、と大物を二と大物をいとえずというふうな形でですね、えー、どっちも失敗するんじゃないかと思われがちなんですがここも大丈夫です。いいですか実はですね先ほども言いましたが人手不足なんですよそれが現れているのは合格率。 えー、まずちょっと最近の試験ですね平成29年度の試験合格率が出てるところで最近の試験なんですけど平成29年度の試験なんですが多くの方はまず募金を受けられて財務諸表を受けられるんですが、えー、この財務諸表この2個目の方ってよく言われる2個目の方っと言われる財務諸表の合格率が実は平成29年29.6%これ国税庁のホームページでさっと調べられます29.6%というねとんでもない数字になってたんですね。<laughs> 一応曲がりなりなにも国家試験ですよ国家試験の税理試験で街歩く人に聞いたらね税理士って知ってますかまあ知ってますよと、ね、大人なら言いますよそのレベルの試験が試験がなんですよ記、えー、論財務諸表論ですね自信がなくても財務諸表論もう1科目やったやりきったけれどもまあ2科目自信ないけどついでに受けるわとついでに受けて受かったわっていう方がいっぱいいらっしゃいました。 だから、そういうふうな形、まあ、これが続くとは限りません。二十九パー、二十九パー、これが連続、これ、ちょっと異常すぎるので。続くとは限りませんけれども、基本的にはですね、そういう合格率高い傾向でいくというふうな形なんです。だからですね、ぜひ、ぜひですね。 まとめて受けていくこのレックの講座、はい、それが母材横断講座ですね、えー、まずインプットキーに即集講座58回の講義をさせていただいてそして,、えーそしてまあ、直前キーというふうな形でですね、まあ、ここからは母記論財務省に分かれて、まあ、直前期は、ね、分けていった方がいいという形なんで模擬試験とか予想練習とかいうふうなものをやっていっていただきますこの2つのところですね、えー、をやっていく、まあ、母インプットキーだけのものを即集講座で、えー、直前期を混ぜたものをまあ 即週コースといいううなな形形お値段上がりまますすけどねっううってやだからですねぜひぜひ早めに受けていただいて結構母財横断という面白い講座、えー、受けていただいたらありがたいです。まあ、こんな感じですね、えー、お話させていきますが、まあ、ちょっと最後に注意点というふうな形でこの100%キャッシュバックすごいお得なキャンペーンもついてるよとかいうふうな話をしましたがこのキャ,キャッシュバックですねちょっと注意点がございましてですね、えー、まあもちろんはいえー 1>, これですね、1つ裏側にパンフレットのです、ね、裏側に書いてあるんですがこれ2月28日までの申し込みというふうな形になります、うんまあ、直前過ぎでもね、えー、8月に受けましたでも落ちましたそりゃそうだろうみたいな形になってしまいますのでそこはちょっと、えー、まあちょっと控えて、えー、そこは対象外という形にさせていただきます2月28日までですねそしてやっぱり途中で終わりました受かりませんでしたまあそりゃそうだという形なのでですね当連とか全部受けていただくことをそして、まあ、募金の両方とも受けてください受けていただいて両方とも不合格 だった方という,ふうな形でどっちか1科目受かったという方はちょっとおめでとうということで対象外という形やっぱ難しいですからね何度言ってもえ難しいですからまあえ対象外という形にさせていただきますあとはですねえキャッシュバックのお値段はインプット期だけというふうな形になってますのでそこの点もご了承いただくとですがはいこれで最後まとめさせていただきます,ですかんそうんそうキャッシュバックがついてますよかったですねなんていうことは言いませんよ何かというとこれを不合格者 ほども受けて最後まで受け切っていただいたのに落ちてしまった方向けのキャッシュバックキャンペーンですこれは何なのかというふうなところですねちょっと10分オーバーしましたが、えー、一言これを置いて締めさせていただきたいと思いますこれはレックの税指講座覚悟だと思っておいてください皆さんを絶対に受からしたいという気持ちの表れなんですねでもしも万が一落としてしまったらその部分はキャッシュバックというふうなところでこうマイナス、えー、をこっちが受けますと。 でキャッッシュバックという,ようなマイナスを受けますだから受かってくださいうもう受かるようにこちらも教,教材を用意しですね講座を私も頑張ってその気持ちやってます講座を受けていただいてっていうかもう受かってねやっぱり良かったよって言っていただくださるのは一番嬉しいのでそのふうな形でもう皆さんぜひ一緒に受かっていただきましょうその覚悟の表れ落とさないという覚悟の表れがこのキャッシュバックというふうな形でへえ<ー>面白いなと思っていただいたらぜひこの REC の「母材横断」即終コーーですね 理解優先の結構面白い講座ご検討いただければと思います。ということで、はいえー、10分以上ちょっと喋ってしまいましたが私の方からは、えー、これでおしまいとさせていただきます。そしては最後にですね、えー、また講座でお会いできることをあの私の講座で,ですねお会いできることを楽しみにして、えー、こうお別れしましょうまたお会いしましょう担当は私レクセ戦人シ師の村木上正道でした。本日はこの動画をごご視聴いいただきままして誠にありがとうございます